平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、倒壊した建物から救出され、生き延びることのできた人の約8割が、家族や近隣住民などにより救助されています。大規模な災害が発生した直後は、行政機関による公助に限界があるため、自分の命は自分で守る自助や地域で助け合う共助が不可欠となりますが、そこで重要な役割を担うのが地域の防災リーダーの皆さんです。大規模な災害が起こると、地域においては災害対応に当たるための組織が立ち上がり、連携して地域防災活動を実施します。これらの組織は災害直後、同時並行的にそれぞれの活動を行うことになりますが、地域の防災リーダーはこれらの組織を指揮・運営する存在です。名古屋市地域の防災リーダー初動対応シートは、自主防災組織、災害救助地区本部、避難所管理組織の標準的な初動対応についてまとめたものです。この動画では、初動対応シートに沿って各組織の活動内容を説明しますので、ご自身の担っている役割を意識してご覧ください。なお、地域の防災リーダーは特定の人が自主防災組織の会長、災害救助地区本部の委員、避難所の受付担当など複数の役割を兼ねていることがあります。災害時に円滑な対応を行うためには、役割を兼務せず事前に分担しておくことが理想ですが、役割を兼ねている場合はどの役割を優先し、他の方に何を任せるのか日頃から話し合っておきましょう。自主防災組織とは、地域の皆さんが力を合わせ一体となって防災活動に取り組むための組織であり、名古屋市では主に町内会や自治会単位で結成されています。災害時、まずは自分自身と家族の身を守ることが最優先です。自分や家族の安全が確保できたら、次は隣近所の安否確認を行います。大規模災害発生時、要配慮者を含む住民の安否を早期に確認することは非常に重要です。発災後すぐの安否確認により、隣近所で被害に気づき救出することができれば、発見が遅れることで失われる命を救うことができます。各家庭において安否確認札やタオルなどの目印を玄関先の分かりやすいところに掲げるなど、あらかじめ地域で決めた方法で安否を伝えます。そして地域で安否確認を担当する方が、あらかじめ決めた方法で安否情報を収集します。この時、安否確認札が掲げられていないなどの安否不明な世帯には、声かけ確認を行い、無事かどうかを確認します。そして収集した安否情報は、自主防災組織ごとに設置される現地本部へ報告します。現地本部は地域の被害情報などを集約し、活動の指示を出す自主防災組織の中枢です。自主防災会長を中心に、あらかじめ決めた場所に現地本部を立ち上げます。現地本部では安否確認の集計を行った方から報告を受けて、
安否や被害の情報を収集・集約します。安否情報は早期に被害に気づくだけではなく、自主防災活動の優先順位の決定にも大きな役割を果たします。自主防災組織には情報班、消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班などがありますが、会長は収集した安否情報などをもとに活動の優先順位を決め、あらかじめ決めた各班の班長に対し活動の指示を出します。参集できない班長がいる場合は、参集したメンバーの中から別で班長を指名するなど臨機応変に対応しましょう。各班はそれぞれ活動を実施し、随時活動の対応状況、被害状況、地域の危険箇所などの情報を現地本部へ報告します。現地本部はその情報をまとめ、災害救助地区本部へ報告します。なお、情報の収集や報告にあたっては、さまざまな方法を活用できるよう、あらかじめ地域で話し合い訓練しておきましょう。自主防災会長が災害救助地区本部委員を兼務している場合は、地域の被害や安否状況が確認できた時など、一定のタイミングで副会長などに現地本部の職務を一任し、自身は災害救助地区本部に参集しましょう。災害救助地区本部は行政と地域をつなぎ、情報の収集や伝達、支援要請などを担う地域の防災拠点です。主に小学校に設置され、総務班、避難誘導班、情報班に分かれて活動します。災害発生後、災害救助地区本部の設置される小学校の近隣に住む協力員や施設管理者などの鍵の保管者が速やかに施設の開錠を行います。そして建物被災状況チェックシートを使って、建物の安全および使用できる場所を確認します。安全の確保ができたら、災害救助地区本部を設置する旨を区本部にデジタル移動無線などを使って報告します。災害救助地区本部の大きな役割の一つが情報の収集です。各自主防災組織からもたらされた地域の被害情報などを被害状況報告書に取りまとめるとともに、各避難所から避難者数や要配慮者の数、避難所外避難の状況などの避難情報も収集し、避難情報報告書に取りまとめます。その他、区本部に要請が必要な支援と合わせて取りまとめた情報を区本部に報告します。災害救助地区本部は、区本部から伝達される地震・津波などの災害情報や避難所やライフラインに関する情報を地域に周知します。また必要に応じて、自主防災組織や避難所に対して災害救助地区本部から人員を派遣し、情報の収集を図ります。災害の危険から命を守るための指定緊急避難場所に対し、被災により自宅に住めなくなった方が避難生活を送る場所が指定避難所です。名古屋市立の小中学校、一部の高等学校、コミュニティセンターなどが指定されており、避難者による自主運営を基本としています。
避難所を開設する流れですが、まずは施設の開場と安全確認を行います。すでに避難者が来ていたとしても、安全確認ができるまでは安全な場所で待機してもらいます。次に避難所開設キットなど必要な物資を防災倉庫などから持ち出すとともに、体育館など一般の居住スペース、要配慮者のための福祉避難スペース、体調不良者用エリアなどをレイアウトしていきます。合わせて避難者の受付を設置します。机に避難者名簿や避難者登録表などを並べて係を配置します。一般の受付とは別に、傷病者や障害者などの要配慮者のための窓口も作ります。感染症対策が必要な状況であれば、発熱、咳などの症状のある方向けの窓口も作るとともに、事前受付を設け、事前に避難者の体調確認を行うようにしましょう。ここまで説明した活動は避難者全員で手分けして行いますが、避難所の運営を円滑に行うため、代表管理者を筆頭に総務班、施設班、救護班、食料班、物資班で構成される避難所管理組織を編成します。あらかじめ平常時から代表管理者や各班の班長を選出しておけると望ましく、また性別や年齢に偏りなくメンバーを集めるよう心がけてください。また災害救助地区本部委員が避難所の開設を実施した場合は、避難者の中から代表管理者や班長を選任して、自身は引き継ぎ後災害救助地区本部に戻りましょう。選出された各班の班長や班員は、避難所開設キットの最初にやることリストをもとに各班がすべきことを行っていきます。そして避難者数や避難状況、必要な食料や物資の量を災害救助地区本部に報告しましょう。初動対応シートはそのままマニュアルとして使用することも可能ですが、安否確認の方法や近くの避難所の連絡先など、地域の実情に応じた内容に書き換えていただくことにより、より実践的な防災ツールになります。初動対応シートを見ながら、地域で防災を担当するメンバーで話し合いを行い、自分たちの地域オリジナルの初動対応シートを作ってみましょう。また自主防災組織、災害救助地区本部、避難所管理組織の活動の詳細については、それぞれマニュアルがありますので、そちらにて学習していただき、日頃から訓練していただくようお願いします。いつ起こるかわからない大規模災害、災害発生時、円滑・迅速な初動対応によって地域を守れるよう、地域の防災リーダーとしての力を高めていきましょう。